ドックには40トンクレーンが何台も動き、高さ75メートルという200トン大型クレーンが異様を見せている。この門型クレーンは2台協力して360トン大型ブロックを吊り上げることも可能だ。ドックサイドの大型ブロックを高々と吊り所定の位置へ。最近の造船はいわば大きな組み立て細工といった感じ。しかし張り詰めたワイヤー、黒々としたブロック、やはり緊張の瞬間だ。操作室は高く空中に突き出していて、ここには2人のオペレーターがテレビで下界を見ながら作業を進めている。